書道家中島クリエです。今日は古典吟書やります。ちょっと本今手元にないんですけど、今日は応用順っていう書を書いた九成宮冷戦の銘という楷書のやつをやります。2文字で書きます。応用順ってどんな人かっていうとですね、昔の人ですよね。もう亡くなってしまってますね。僕も会ったことがない。カン会ったことある？ないです。ないよな。俺もないんだよ。そんなような人です。で、自分で調べてみてください。で、古典吟書やるんですけども、最初に言っておきますけども、これあくまでも湘南書道会のお手本なんで、見たい人は勝手に見たらいいんですけども、勉強になるかならないかはもう皆さん次第ですし、あとは本当に古典吟書勉強した人、動画とか、YouTube とか見たい人は、そういうのを勉強した人はもう本当草原点でいうところの一家審査員、二家審査員の先生方、あとは毎日点でいうところの審査会員の先生のやつの方が絶対勉強なんで、本当に勉強した人はそっちを見るべきだと思います。ではじゃあ書いてみたいと思います。はい、じゃあちょっと書いてみたいと思います。ピタッと置いて下にスッとずらす感じで、止めをしっかりしていく。動かすときは元気よくで、根元から順番に上げましょう。で、楷書書くときはなるべくにじんじゃうとあんまり綺麗に書けないから、こうね、こまめにこうやって拭いてあげてください。で、次がピタッと置いて、ぐーっと抜いて、で、ぐっぐっゆっくりと払う。で、またこれも書いたらちょっとさっと拭きます。で、次の文字書きづらいなと思ったら自分の位置を変えたりとか、紙の位置を変えたりとかしながら書いてみてください。じゃあ続きを書きましょう。筆の始まりの部分、特に気をつけて書きましょうね。美しい姿勢で、で、根元から順番に上げる。で、一画一画どの位置から始まってるのかっていうのを気にしながら書いてみてください。で、種をしっかり作っていく。根元から気になるようなら抜いてしまいましょうね。で、止めて筆ごとパコンと跳ねましょう。で、点々書いて、で、最後にじまないように、またいらない紙や吸い取り紙などで拭いて、古典吟書書くときに拭かずにたまにインターネット上にアップロードしてる人もいますけども、ちゃんと拭いた方が綺麗に見えますし、書道のあり方なんかもね、僕なんか言うようなことでもありませんが、書道のあり方もちゃんと綺麗に見えると思うんで、よかったら拭いてからアップすると結構いいと思います。じゃあ名前書きます。これ一応お教室のお手本なんで、自分の名前じゃないのを書きましょう。よいしょ。
ですかね。はい、急性球連戦の銘柄、まあ、2文字ちょっと書いてみました。はい、まあ、こんな感じさ。はいはいはい、まあ毎回毎回古典認証の動画やるために言ってるんですけども、もう本当に古典認証を動画で勉強したい人はもう、もう絶対もう総原点で言ったら一家審査員や二家審査員の先生方、毎日戦で言ったら、まあ、審査会の先生方の作品を見た方が、もう書いてると見た方が絶対勉強になります。まあ、これはもう、もう湘南書道会のもう課題としてやってるだけであって、まあ本当、あの参考になるかならないかはもうあなた次第だったりとかしますんで、もう全然関係なく、あの見てもらえれば、本当に勉強したい人は、もう本当偉い先生のやつを動画たくさん上げてる人いますから、ね、DVD も出てますから、それなんか見ながら、やったらいいかなと思いますんで、よかったらそっちを参考にしてください。でもまあ、見てくれてありがとうございました。また、よかったら見てやってください。書道家中島白雄でした。チャンネル登録よろしく。Twitter、Facebook、Instagram もチェックしてね。